毎週水曜日ミックスキッチンのコーナーです。今日教わる料理を教えてください。はい、今日は秋鮭のホイル焼き、ちゃんちゃん焼き風です。いやー、おいさん、秋鮭は今ならではの食材ですよね。そうですね、はい、美味しいですよね。それでは材料をご紹介します。材料4人分です。秋鮭切り身4切れ、玉ねぎ4分の1個、しめじ4分の1袋、えのきだけ2分の1袋、お好みのきのこ適量、塩コショウ少々、味噌大さじ3、みりん大さじ1、砂糖お好みで大さじ2分の1から、バター 20g、小口ネギ適量、柚子やすだちお好みでご用意ください。それではミックスキッチンスタートです。はい、はい、それはい、音楽はなるかと思いましたね。そうそうそう、なんか合わせてかなと思って、はい、はい、ではですね、もう影山瑞希といえば、はい、50度洗い、はい、はい、もう皆さんおなじみかなと思うんですけれども、今日は秋鮭をまず50度洗いからしていきましょう。はい、はい、するんだ。そうそうって、はい、お魚もやっぱり50度洗いで洗った方がいいんですね。もうね、お魚こそしていただきたいですね。で、お魚ってやっぱり、パックに入ってるものとかでしたら酸化してたり、あとドリップが出てたりしますよね。それが臭みの原因になるんですよね。なので50度洗いすることによって霜降りと同じような効果があって、あの鮭本来の美味しさも味わえますし、もうね、ぜひやっていただきたい。そう、これ入れて少し揉んだ方がいい、うん、そうですね、あのぬめりがカバンのところについてたりするので、ちょっとあの洗ってあげるといいですね。で、時間はすごい白くすごいでしょ、はい、で時間はですね、大体1分から3分程度なんですけど、今日はちょっと番組のお時間の関係上もうちょっと上げていきますね。これ50度洗いはしない方がいいものってあるんですか、うん、もう何でも。いや、何でもしていい、何でもしていいです。はい、生肉とかもいいんですか。生肉もね、やっていただきたいです。はい、うん、はい、です、人間の根性なんかも50度洗いできるんですか。絶対いいと思う。絶対いい。ちょっと難しそうですけどね。はい、はい、もうね、すごい濁ってますよね、はい、これだけ汚れが取れたということですね。そんなにですよ。はい、ではこの鮭の切り身に、塩コショウをですね、はい、ちょっと下味をつけていきましょうね。で、よくホイル焼きとか下味で酒、お酒を振ったりとかするんですけど、はい、これね、もう50度洗いしてるので、うん、酒振らなくても大丈夫。その辺の手間も省けるんですね。はい、はい、では、今日はちゃんちゃん焼き風ということで、うん、はいはい、ちゃんちゃん焼きには味噌がね、味噌だれが必要ですよね、はい、なので今日はそれを作っていきましょう。今回は合わせ味噌ですか。そう、今日は米と、麦の合わせ味噌です。はい、はい、で、これがみりんですね。そしてこれ砂糖、今日はね、てんさい糖を使用してます。お好みでということですけど、それはあの味噌に合わせて、お味噌の塩味によってやっぱり、はい、調整していただきたいなと思うので、例えば八丁味噌とか、ああいった濃いの使うのでしたら、ちょっと砂糖はね、多めに入れられていいかなと思いますよ。お味噌の種類は合わせ味噌以外でも使えるんですか、はい、お味噌の種類？お味噌、あの赤味噌だったり、他の、あ、そうですね、赤味噌とかでも、はい、白味噌とかでも使いますね。はい、で、今日は、もうキノコ、秋鮭とキノコのホイル焼きということで、キノコ数種このようにほぐしております。エリンギはこういう感じで食べやすいように切ってください。あと玉ねぎはあのお好みで薄くスライスしていただいてもいいですし、ちょっと厚めにしてますね。はい、じゃああとはホイルに包むだけ。はい、で、ホイルね、ツルツル麺と、なんか、はい、光沢がある方と、光沢がない面があるんですけど、これどっちが表か、沼田さん知ってますか。光沢ない方が表じゃないよ。正解です。あ、そう、当たり。はい、意外にね、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、で、光沢がある方を内側にして巻いていきま、包んでいきましょう。そうすることによってですね、あの熱伝導がいいので、ふわっとね、熱が入っていい感じに火が入りますね。何の料理でもそうなんですか。そうですね、包み焼きの場合とか、あとお魚焼いたりする時もそうですね、とか、例えばトースト焼く時とかもね、ですよね。まあ、こんな感じでキノコ適当にもお好みで、はい、あの置いてください。そしてこのちゃんちゃん焼きのタレね、これあの鮭は、うん、あの皮を下に置いた方がいいんですか。あ、もうこれもお好みなんですけど、はい、私は身の方に味噌が絡んだ方が好きなので、今日はちょっとあえて、あの、そうですね、あの下にしてしまいましたけど、もうこれはお好みでいいと思います。はい、はい、じゃあこれ包んでいきましょう。あ、包み方なんかしっかりこう綺麗に包むわけではないんですか。
綺麗に包んでる。包んでる。包んでる。あれ一応包んでる。こういう切ったの結構しっきりとキチキチペタペタ。そうですね。ここは綺麗に折っていただいて、この端っこですよね。はい、よくあるのがこうやって綺麗に折ってたりするんですけど、私もですね、ホイールってやっぱり熱伝導がいいので熱くなるんですよ。なのでこうやっとくとさ、すぐ持てる。そうだからすごい私はこれを重宝してるんですよね。はい、じゃあ、これ4つ分ですね、4切れ分なのでこのように包んでいきましょう。はい、はい、でこれを今日はね、簡単にフライパンを使っていきます。はい、あのよくホイル焼きってオーブンとか、あと魚焼きグリルとかでやるんですけど、結構時間かかるんですよ。でフライパンはね、早いし簡単だし、ぜひぜひおすすめです。こういう感じで並べてください。であとは蓋をして蒸し焼き、弱火で15分です。もうその間は何も触らなくていい。そう、何もしない。もう他のことができる。そう、最高ですよね。あとちゃんちゃん焼きってこう、はい、アルミホイルを使うイメージがあんまりなかったんですか。そうですね、ちゃんちゃん焼きってフライパンとかホットプレートとかに野菜と鮭乗せて味噌だれかけて、あの蓋して蒸し焼きっていうのが多いと思うんですけど、こうアルミホイルに包んであげた方がゆっくり熱伝導、はい、あの熱伝導とかゆっくり熱が入るので柔らかく仕上がるんですね。はい、で今日はもう15分経ったものをこちらご用意しております。はい、まあ、いい感じ。はい、じゃあちょっと開けていきましょうか。はい、開けてみましょう。はい、持てるの？あ、持っていいですか？私も、さっきの取っ手が、あ、持てます。ここすごい熱いんですよ。ですか？ちょっと触って。あ、熱い、ね、本当だ。いやそうなの、本当にちょっと熱いですけど、ね、そうなんですよ、本当に。はい、ぜひぜひ皆さんもね、お試しくださいな。はい、はい、ね、わあ、いい香り。もうね、味噌のね、みんな見えるかな、風味が本当に広がります ね、ね、いいですね、いいですね。はい、ではこれに最後仕上げですね。バターちょっとこっちかな、酒がね。はい、はい、でネギを散らしていきましょう。これね、バターとネギがいい仕事するので、ちょっと手間かもしれないけど、ぜひね、小口ネギはね、入れてほしいなと思いますね。彩りもまたね、鮮やかになりますね。そしてこちら、ゆずきち、ゆずきち、ね、ゆずやすだちも添えた方がいいんですかね。あの添えてあげると味噌で結構割とこっくりしたお味なので、はい、あの味変というかさっぱり、あのいい感じで合うんですよ。途中で味を変えたい時とかですね。はい、ではこちら完成、見えますでしょうか。はい、いい匂いがしてきた。秋酒とキノコのホイル焼き、はい、ちゃんちゃん焼き風完成です。はい、